ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はご好評につき9割の人が勘違いしている日本史第2弾をお送りするぜ。よろしく。霊夢はこんな言葉を聞いたことないか？平家にあらずんば人にあらず。あるある。平家じゃない人間は人間じゃない。って意味よね。確か平の清盛が言ったはず。ものすっごく偉そうな言葉よね。ああ、当時最高の権力を誇ったのに、滅亡したのもあり平家のおごり高ぶりを象徴する言葉だな、と勘違いしている人が多いはず。あれ？違うの？言ったのは清盛でもないし、実はこの言葉には違う意味がある可能性もあるんだ。1159年、平治の乱を鎮圧した平清盛は天皇や貴族の信頼を受け、ガンガン出世していく。結果、武士のトップでありながら貴族の最高地位太政大臣にまで上り詰めたんだ。それで清盛を筆頭に平家が絶大な権力を得たのよね。そうだな、平家の人間だけで、当時66あった国の半分を支配していたからな。しかも、清盛の娘が天皇の子供を産むと天皇との関係を深めた清盛はさらに強大な力を持った。その子供は後の安徳天皇だな。壇の浦の戦いで受水しちゃった子供だよね。っていうか、貴族のトップになって天皇と関係があれば天狗になるのも当然よね。平家じゃなければ人間じゃないって私でも言っちゃうわよ。ところがだ、平家にあらずんば人にあらずと言い放ったのは清盛じゃない。言ったのは、義弟の時忠なんだぜ。誰それ？時忠は平家ではあるんだけど、武家の平家じゃなくて公家の平家の出だ。武家の清盛たち伊勢平氏は高持王勇。時忠は高宗王勇の中級貴族なんだ。高宗王？高宗王は第50代桓武天皇の御子葛原親王の子だ。高宗王は親戚降下、つまり皇族を離れ平の姓を賜ると、平高宗と名乗った。その後、高宗は朝廷内で出世をしその子孫が公家となり、時忠につながる。もう片方の人は？一方の高持王は高宗王の弟高見王の子だ。高見王の場合は、その子の高持王が親戚降下し平の高持と名乗った。その後は、上総介に任官し、子孫が関東に土着すると武士になったんだ。平将門はこの高持の孫にあたるぜ。つまりは平家は平家でも、流れも身分も違ったわけだな。全員公だし王だし、一回聞いただけじゃ区別つかないわね。でも、武士よりも公家の方が地位が高いわよね。だから時忠の方が清盛よりも偉かったんでしょ？ああ、本来ならば公家の時忠の方が武家の清盛よりも格上だったんだ。でも清盛の祖父の代からの活躍で、関係は逆転する。清盛の父忠盛は供養の目前まで出世し清盛は貴族のトップ太政大臣に上り詰めたからな。それじゃ時忠はそんなに偉くなかったのにあんな傲慢なセリフを言っちゃったわけ？ところが、時忠の姉が清盛に嫁ぐと清盛の権力の増大に比例して、時忠の力も増大したんだ。そこで言い放った言葉が平家にあらずんば人にあらずってわけだな。清盛が言ったんじゃないってのは分かったけど意味が違うってどういうことなの？この名セリフを本来の文に直すとこの一文にあらざらむ人は皆人品になるべしとなる。人品人？現代では人道に外れた行いをする者って意味で使われることが多い言葉だな。下道ってことだね。でも、もともとは人品人は仏法の守護神八部衆を指す。八部衆ってのは、竜、夜叉、剣脱馬、アシュラカルラ、金奈良、マゴラガだ。彼らは古代インドの悪魔や鬼神だったのが仏教に帰依した時に、人の姿になったとされている。そこで彼らを人の姿をした人ならざる者つまり人品人と称したんだ。元神様っていう意味を知っちゃったら全く別の意味合いに聞こえちゃうわよね。人品人って言葉は賀茂朝明の無名章にも見られる。この書の中に中原の有安から朝明に送られたアドバイスが記されているんだ。その内容は、歌読みの才能がある朝明に対し、呼ばれたらどこでも顔を出すんじゃなく、場所を選べというもの。高位高官の貴族司祭の加会に出るべきで人品人の会には出るなと言っているんだ。元神様って意味じゃなさそうだし、人間じゃないって意味でもなさそうよね。この場合の人品人は身分が低いって意味で使われているんだぜ。もしかすると時忠も、同じ意味合いで人品人って言葉を使った可能性があるんだ。つまり、平家一門でなければ出世できずこの世の栄華を味わうことはできないって意味だな。人間じゃないって意味ではないのか。なんだか全く印象が違っちゃうわね。ああ、おごり高ぶったセリフに聞こえなくなっただろ。面白みが一切なくなって、名言ですらないよな。まあ、平家の人が言っちゃったら嫌味にしかならないんだけどね。ちなみに、時忠は壇の浦の戦いに敗れた後捕虜として捕まっている。三種の神器の八田の鏡を差し出し、源義経に娘を嫁がせ死刑を免れる罪になっているな。武家一で人間扱いされなかったってオチはないの？残念だけど、そこそこ丁重に扱われたそうだ。続いては、これも意外と勘違いしている人が多い日本史。戦国時代に施行された楽市楽座といえば誰を思い浮かべる？そんなの学校で習ったから簡単。
織田信長だよね。あと豊臣秀吉もだった気がする。正解なんだけど、一つ勘違いされがちなポイントがある。楽市楽座を始めたのは、織田信長ではないってことだ。あれ？違うの？信長はすでに行われていた楽市楽座を参考に近江国の安土や金森、美濃国の加納で敷いただけなんだ。それじゃ誰が初めての人なの？初めて楽市楽座を考えて実行したのは信長ではなく近江国の大名六角貞頼だ。1549年に貞頼の居城観音寺城城下町石寺に楽市霊を敷いたのが日本初なんだぜ。ところで、今更だけど、楽市楽座ってなんだっけ？なんか市場でどうこうって話だったよね？楽市は商売の自由を認める施策。楽座は座、つまり同業者組合による独占を防ぐ楽市を強化するための施策だ。特定の集団だけが許されていた商売に新規参入しやすくさせたわけだな。逆にそれまでは特定の集団が独占してたってこと？その通りだ。座に所属しないと、その専売する商品を扱うことができなかった。しかも、当時の経済や金融を仕切っていた最大勢力は自社だったんだぜ。私もぜひ仕切って金持ちになりたいわ。例えば金融業では、貸し借りする金銭が自社を経由することで、誰のものでもなくなる。これが一種の保証になったって考え方だ。何そのマネーロンダリングは？その他、自社がバックになり、地域の産品の流通や販売を統括する例もあった。例えば、岩清水八幡宮がバックについた、美濃でのエゴマ油の専売を許可された油座大山崎辞任がある。かの斎藤道さんも若い頃に売っていたのもこの油と言われているぜ。マムシが売った油か。こういった商工組合座に加入しないと専売品を扱うことができなかった。でも、楽市楽座によって、フランチャイズじゃなく個人事業主でも商品を扱えるようになったんだ。商売始めるハードルがぐっと下がったわけだね。そうなんだ、誰でも商売を始められるようにし活発な物流と取引が実現する。実際に貞頼は楽市楽座によって、城下町に商人を集め観音寺を一大商業都市に発展させたんだぜ。アイディアマンだったのかな？かもしれない。貞頼は楽市楽座の他にも、先進的な手法で内政に取り組んでいるからな。1523年にはこれも日本初の白割を家臣に命じたとされているんだ。白割？旅割的な？城を崩して廃することを言うぜ。貞頼は家臣団を観音寺城に集めるために彼らに城割を命じたんだ。これは、江戸時代に幕府が制定した一国一城令のもととなったと言われているぜ。お城を崩すのはもったいない気がするけど、信長より先んじていたのは貞頼だけじゃない。1566年に今川義元の子氏真も富士大宮楽市を敷いていたんだ。信長は貞頼やこの氏真を参考にして1568年に楽市楽座を施行したわけだ。うまくいくのが分かってて真似したんだろうけど、それまでは座が独占してたんでしょ？反発はなかったのかな？もちろん経済の中心だった自社からの反発があったな。信長といえば本願寺と戦ったり延暦寺を焼き打ちにした事件があっただろ？あれも自社との経済的圧力が原因の一つなのではって考え方もあるくらいだ。それに、自由に商売に参入できるようになった結果、大名と癒着した有力商人が座にとって変わる例もある。まあ、何事もいいことずくめとはいかないわよね。この辺のトラブルは信長は予測していたんだろう。楽市令の布告の中で、売買の強要や喧嘩口論などを禁止している。予測していたっていうか、前例をちゃんと参考にした結果かもしれないわよね。その点、何事も先駆者よりも後追いの方がうまくいくこともあるわよね。続いての勘違いも織田信長に関する勘違いだ。なるほど、信長は魔王ではないって勘違いかしら。1575年、織田徳川の連合軍と武田軍が衝突した長篠の戦いは誰もが知っている合戦だ。この戦いで信長は後世に残るある戦いをしたんだけど、何か知ってるかな？あれでしょ？変わる変わる鉄砲を撃つやつじゃない？そう、いわゆる三段撃ちだな。そうそう、それそれ。というのが勘違いだ。え、ってことは？そもそも長篠の戦いとは何かから、簡単に話そう。信玄がなくなると、家康は北三河地域を取り戻そうと奥三河の要所長篠城を奪還したんだ。これに信玄の後を継いだ勝頼が三河侵攻の拠点とすべく長篠城に出兵した。信長はなんで参戦することになったの？家康と同盟関係にあったから、救援要請を受けたからだ。こうして、織田徳川連合軍が結成し、武田軍と激突した。なるほどね。戦国最強と言われる武田軍の得意技は投石と超総叩き。まず歩兵が石をポンポン投げまくって、その後、槍兵が上からバンバン叩くんだ。槍って殴打するんじゃなくて刺す武器じゃないの？それはこれからだ。散々叩かれた敵兵が盾や刀で上を防ごうとした隙に槍で腹をぶっ刺す作戦だな。こうして前線が崩れたところに投入されるのが武田の騎馬軍団だ。武田が戦国最強と言われるゆえんはこの騎馬隊の強さにあると言っていい。
馬でがあって走ってきて、刀とか槍で攻撃するわけね。これも勘違いかもしれないけど、日本の騎馬隊は馬上から攻撃するんじゃない。戦いの中盤で投入された騎馬隊は馬から降りて敵と戦ったそうだ。騎馬隊とは、あと、馬といっても日本の在来種は体が小さかった。馬っていうより、ポニーを思い浮かべた方が近いぜ。荒々しい武者を想像したけどポニーじゃ可愛いわね。想像とは違うが、敵が警戒するほど手強かったのは確か。もちろん、織田徳川連合軍も武田の騎馬を警戒していた。馬を防ぐために、大量の柵を用意していたからな。それに、徳川家康は家臣に手紙で武田軍は馬で一直線に攻めてくるから気をつけろと記している。ポニー相手に気をつけろって言われてもね。ってことは、射撃も騎馬対策だったわけ？ああ、銃で騎馬隊を迎撃したのは間違いないようだ。信長後期にこの時の合戦の様子が記されている。騎馬軍団に鉄砲で一斉射撃するとあっという間に敵兵はいなくなったってな。そして、ここで採用されたのが三段撃ちだと勘違いされがちなんだ。ちなみに、何が三段なの？当時の火縄銃は一回射撃すると、次の射撃まで2時間がかかったんだ。射撃後、砲身を掃除し、火薬を挿入した間を込めないといけない。こんな手間がかかっては連続射撃はできないだろ？そうね、しかも準備してる間に攻撃されちゃうわね。そこで、鉄砲隊を3列に配置する。1列目が射撃すると、後ろに下がり次の射撃の準備をする。2列目が撃ち下がり準備し、3列目が撃って下がる頃には、1列目の準備が終わってるから射撃する。こうして、連続射撃を可能としたのが三段撃ちなわけだ。なるほど、頭がいいわね。ところがだ、こんな革新的な作戦なのに信長後期にも、当時の資料にも書かれていないんだ。登場するのはもっと後のこと江戸時代の講談や小説の中なんだ。つまりはフィクションなの？そうだったはずなんだ。でも、明治の陸軍兵術書に登場し、世間に広まるといつの間にか信長の功績の一つになっていたんだ。ちなみに、これ以降に起きた合戦で三段撃ちをしたって記録すらもないらしい。関ヶ原の戦いでも、大阪の駅であってもな。それじゃ、江戸時代の講談師や作家が客を楽しませるために考えたってことなのかな。かもな。長篠の戦いでは武田軍の被害は1万近かったと言われていたんだけど、これも江戸時代の作り話。実際は1000人とかそれくらいみたいだぜ。鉄砲隊も3000いたとされているが実際は1000人ほどだったらしい。随分と思ったわね。それほど江戸時代の人にとって長篠の戦いは盛り上がるお話だったんだろう。霊夢にとって武士道とは？死ぬことと見つけたりじゃない？忠義だとか、目的のために習い命も惜しくないって意味よね。有名な山本常友の葉隠れの一節だな。そもそも武士道ってどういう意味だと思う？なんだろう？卑怯なことはしない、敵に背中を見せないとか主君への忠義を大事にするとか、そういうことでしょ。これは勘違いなんかじゃないはずよ。ああ、間違ってはないんだけど実は武士道にこれと言って正解がないんだ。ないの？実は武士がいた時代に武士道って言葉は一般的でもなく、厳格な定義もなかったんだ。だったら武士道とは？どこかの武士が書き残してないの？武士の心得を説く書物は、宮本武蔵の五輪書や武田家の軍学書公用文館など数多く存在している。でも、武士道の意味を限定する書物はないんだ。だったら、死ぬことと見つけたりって言った人は？武士道を知ってるからそんなこと言ったわけよね？武士道とは死ぬことと見つけたりだろ？これも霊夢が言ったような内容じゃないんだぜ。そうだったの？だったらどういう意味？葉隠れの武士道とは、と記された項の最後はこうだ。毎朝毎夕、改めては死に死に成就死に身になりている時は、朝晩死んじゃって、常に死体なの？もちろんそんなことはなく死んだ気になればって意味だ。つまり一旦死んだ気になれば自由な気持ちになり、仕事もうまくいく。ざっくり言うと死んだつもりで頑張れって意味だよな。忠義や目的のために死も厭わないって意味じゃないのは分かってもらえたと思う。うん、武士道とは一回死んだつもりになって頑張れだったのね。でも、なんでそんな勘違いが生まれちゃったんだろ？戦時中に闘争心を鼓舞するために使われていたせいかもしれないな。特に、お国のために特攻したり玉砕するときにこの言葉が使われたそうだ。今でもそういう意味が残っちゃってるのは不思議だね。武士道をタイトルにして、書かれた書物もある。1899年、明治32年にアメリカフィラデルフィアで出版された、ニトベイナゾーの武士道だ。アメリカでって、もしかすると英語で武士道について書いてるの？日本語にすらないのに、難易度高くない？だから日本人が英語で、日本人の心と文化を紹介する貴重な著書なんだぜ。でも、武士道とはこういうことです。って書かれた書物はないのよね？どんな風に紹介してるの？武士道は日本を代表する桜と同じく日本人の心に根を下ろしていると伝えている。つまり武士道は文字に書かれた掟ではなく口伝で受け継がれ胸に刻まれたもの。
武士や学者が残した格言によって成り立っているものとしているぜ。やっぱり定義が存在しないってことなんだろうけど、伝わりづらそう。でも、なんとかして海外の人に伝えたいだろ。そこで、ニトベは武士道にシバルリーという英語を当てた。英語で騎士道精神って意味だな。武士道と騎士道って同じようなものなのかしら？どっちも礼儀を大事にしてるイメージはあるけど。さらに、フランス語のノブレセオブライジと比較をしている。貴族や上流階級などの高い財力や地位にあるものは社会的責任や義務を負うって意味だ。なるほど、私にないやつだね。武士道も同じように職業や生活の中で守るべき道や身分に伴う義務と伝えているんだ。なんだかざっくりな解説よね。ただ、これは西洋と張り合うための目的があったとも考えられている。ノブレセオブライジと同じ道徳思想が日本にもあるんだからなってな。心意気で負けたくなかったわけね。ところでマリサにとって武士道とは？答えは日本人のみんなの心にあるはずだぜ。うまく逃げたわね。さて、続いては薩長同盟に関する勘違いだ。薩長同盟って言うと、坂本龍馬が間に入った薩摩と長州の同盟のことよね。それで協力して幕府を倒して、明治時代が始まるのよね。見事に勘違いしている内容を言ってくれるから助かるぜ。うん？違うの？まずは当時の長州藩の状況から話そう。1863年、長州藩は下関の関門海峡を通る外国船に砲撃するなど、過激な攘夷活動を行っていたんだ。長州藩を排除したい会津藩や保守派の公家たちは長州藩を政界から追い出すクーデターを決行した。これを8月18日の政変と呼ぶ。ふむふむ。1864年には池田屋事件をきっかけに京都に出兵したが薩摩藩と会津藩に返り討ちにされている。これで朝敵になった長州藩に対し、朝廷の命により幕府主導で第一次長州征伐が行われたんだ。この時は薩摩藩は長州藩の仲間じゃなかったんだね。むしろ犬猿の仲だったと言ってもいい。もちろん、外国船に大砲をぶっ放していた長州藩だ。敵は日本国内だけじゃない。イギリスやアメリカ、フランス、オランダの4カ国連合艦隊からも攻撃を受け窮地に立たされた。さらに、4カ国連合は周防灘を封鎖すると長州藩に物資が入らなくなり、物資が高騰。ついには降伏をしたんだ。四方八方からボコボコにされちゃったわけね。こうして海外勢の攻撃力を目の当たりにした長州藩内は上位から倒幕へと考え外交していた。そして、薩摩藩も同時に倒幕に動き出していたんだ。なんで薩摩藩も？薩摩藩主の父島津久光の行列を乱したとされるイギリス人4名が殺傷された生麦事件が起きたんだ。この事件の保証を求めるイギリスと拒否する薩摩藩との間で戦いが勃発する。そこで、やはり海外の実力を思い知り上位は難しいと薩摩藩も倒幕に移行したんだ。海外勢には勝てねえってなったわけね。それで長州と薩摩が意気投合して同盟を組もうとしたのか。ああ、時期は幕府が長州藩が倒幕に傾いてると知り第二次長州征伐を行動に起こす前だった。1866年1月21日、京都の薩摩藩士小松立脇邸に両藩の代表者が集まっていた。長州藩の木戸高義、薩摩藩からは西郷隆盛そして仲介した坂本龍馬だな。そして、この場で薩長同盟が締結されたとされている。なんだ、同盟が結ばれたんじゃないの？何が勘違いだっていうの？それじゃその締結の内容、どんなことを約束したのか見てみよう。長州藩と薩摩藩との間に結ばれた六箇条はこんな感じだ。長州と幕府が戦争になったら薩摩藩が助ける。長州が勝ちそうな時は、薩摩が朝廷と交渉をする。もし長州が負けても、薩摩が朝廷と交渉をする。戦いが終わり幕府が東に帰ったら薩摩が朝廷と交渉し長州の罪が解けるようにする。幕府や会津藩が兵力を増強し、朝廷を利用して薩摩藩の行動を妨げるときは、薩摩藩も幕府と戦う。長州藩の名誉が回復したら、薩摩と長州は協力して国のために尽力する。以上の6つだ。ちゃんと文字にして残してたんだね。いや、この6箇条は正式な文書ではない。締結した後、1月23日に桂小五郎が思い出して書いたものなんだ。その紙の裏に、坂本龍馬が間違いありませんと手書きしている。これが1866年1月に結ばれた薩長同盟の内容だ。なんか、勝ったらとか負けたらとか薩摩藩に事後処理をお願いしてるように見えるけど。そうなんだ。この6箇条を見る限りでは、一緒に討伐しようって感じには見えないよな。第二次長州征伐が起きた時に薩摩藩がどうするかを約束しただけにしか見えない。つまりは、討伐を目的に同盟を結んだってのは勘違いだったわけね。でも、他に明文化された書類も条約文もなく口約束だったようだぜ。だから、たまたま木戸が確認した内容が書類として残っているだけなんだ。そっか、だったら約束した内容はこれ以外にもあったかもしれないわよね。その通りだ。
さすがに一回の集まりで、重要な決め事がなされたとは思えない。もっと前から両藩の同盟は進行していたはずだ。もっと前って、どれくらい前の話なの？龍馬による仲介は薩長同盟が締結されたとされる1866年の前年の夏のこと。龍馬は長崎の貿易商人トマス・グラバーから武器を薩摩名義で購入。経済封鎖されて武器を購入できない長州に運んでいる。つまりは密輸ってことだね。逆に長州の米を兵糧が不足している薩摩に運び入れているんだ。武器とお米の交換をしたわけだね。でも、薩摩と長州って戦ったのよね。しかも犬猿の仲だったんでしょ。よく交換したり同盟したりできたわよね。そこをまず経済で結んだ龍馬の手腕が優れてたってことだろう。こうした相互援助条約が前年に成立した上で9月にはこんな手紙のやり取りもされている。もしも長州征伐が再び起きても薩摩は加担しないってな。これは薩摩の大久保利通から長州の重臣広沢実を見当てたもので龍馬が届けているんだ。だいぶ前から話は進んでたっていうか話が終わってたのかしら。かもしれない。となると、1866年に京都で行われた会談は同盟の確認のために集まっただけ。具体的な協議は前年の9月の手紙だったのかもしれないな。なるほどね。つまりは、薩長同盟は大幕府の軍事同盟ではないし、1月に同盟が締結されたわけじゃないってことか。同盟はあくまで密約で、何も文書が残っていないから断定していいのかわからないけどな。今現在、軍事同盟を証明する文書もないし勘違いと言っていいだろうな。最後に紹介するのは、1889年に発布された大日本帝国憲法についての勘違いだ。みんな覚えてるかな？教科書に大日本帝国憲法は、君主制の強いドイツ憲法を手本にして作られたって書いてなかったか？そうそう、そんな風に書いてあった。って、聞いておいて勘違いですって話なんでしょ？まあ、そうなんだけどな。単にドイツとせずに、ドイツプロイセンの憲法を手本にって書かれてるのもある。そういえば、私もそのプロイセンって書いてあった気がするわね。でも、プロイセンって何？かつて存在した王国の名前だ。その昔、ドイツは単一の国ではなく小国家の集合体だったんだ。プロイセンもその一つだぜ。東と西以前に、もっと分かれていたんだね。それぞれ独立性の高い小国家が集まっていたんだけど、周辺諸国に抵抗するべくまとまる必要に迫られていた。1850年代にはナポレオン3世がフランスを強くし、1860年代にはイタリア王国が成立していたからな。だったらドイツも統一しないと、小国家のままじゃ周りに飲み込まれちゃう可能性があるわよね。ああ、そこでドイツ統一の名手となったのがプロイセンだった。プロイセンを中心にドイツがまとまると、1871年にナポレオン3世に戦争で勝利しドイツ帝国が成立。当時、プロイセン首相だったビスマルクはプロイセン国王をドイツ帝国初代皇帝とした。こういった経緯があり、プロイセンはドイツ帝国の中に組み込まれたわけだな。ってことは、日本が参考にしたのは、ドイツなの？プロイセンなの？統一ドイツではなく、ドイツを統一したプロイセンの憲法って言った方がいい。そうなのか。でも、プロイセンって書かれてもどこ？ってなるからドイツって書いてくれた方がわかりやすいわよね。ただ、ここで一つ言えるのは、プロイセンの憲法もある国を参考に作られたものなんだぜ。それってどこの国なの？実はフランスなんだ。大帝国憲法もプロイセン憲法よりもオリジナルのフランス憲章の方にはるかに似ているんだぜ。例えば、フランス1830年憲章では、統治機構はこのような順になっていて、日本もこれに習っている。国王貴族院大議員大臣司法。しかも、君主の神聖性についても言及されていて、大日本帝国憲法は参考にしたようだ。なお、君主の神聖性はドイツ帝国の憲法には見られない特徴だな。そうだったのか。大日本帝国憲法はドイツよりも、プロイセンよりもフランスの憲法が元にあるんだね。さて、これにて9割の人が勘違いしている日本史第2弾は以上だぜ。どうだった？みんなの勘違いは解消されたかな？前回もだけど今回もそもそも知らなかったことがいくつもあったわ。霊夢みたいに新しく知った人も、勘違いしていた人も楽しく学んでくれればありがたいな。私たちも解説に勘違いしてることがあるかもしれない。その時はコメントで教えてくれると私たちにとっても学びになるから、よろしく頼むぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。